はいどうも、ネイランドコーヒーミュージックの田中健です。今回の音楽にまつわる話は、頑張りすぎないというテーマでお話ししたいと思います。今回はですね、頑張りすぎないというね、ドストレートなテーマなんですけども、この動画をご覧になっている、皆さんの中には、仕事をしながらね、やりたいことを頑張っているっていう方もね、たくさんいらっしゃると思います。今回はですね、自分の頑張りすぎた話をしたいと思います。僕は頑張りすぎてね、体を、壊しました、過去に。はい笑い事じゃないんですけども、はい、今回はね、その話をね、させてください。僕は26歳の時に音楽を、ね、本気でやろうと思って、始めたんですが、もうその時はすでに社会人だったので、仕事をしながら、バンド活動、音楽活動をね、始めることにしました。始めた時期が人より遅いっていうね、意識があったので、とにかくね、やらなきゃっていう気持ちがすごい強かったんですよね。いわゆるね、頑張りすぎ、ね、余裕のない状態なんですよね。そこの状態で、ずっとやっているとね、どうなるか、どうなったか、ね、もちろんね、こう体を壊したんですよ。ね、急性腸炎というね、急に、腸がね、炎症を起こしてね、もう痛くなるってね、急性腸炎っていうのね、2回もなりました。あとね、急性腸炎以外にもね、こう歯が痛くなったりね、したんですよね。なので歯医者さんに行くと、ね、歯茎がこう炎症を起こしてますと、まあ、腫れてますとね、その原因はまあ分からないですけど、田中さん多分それストレスですよってね。でまたしばらくするとまたね、歯が痛くなるんですよね。でまた歯医者さん行くとね、田中さん歯茎が腫れてますとね、ちょっと頑張りすぎじゃないですかみたいなことをね、言われるんですよね。こう今思うとね、とにかくすごいこう、まあ真面目っていうかね、硬かったんですよね。こうやってやろうっていう気持ちがね、強いというかね、強すぎてね、もうガチガチですよ、ね、心が、ね、なのでね、こう余裕がないんですよね。こう余裕がないとね、やっぱね、こう怪我をするっていうかね、はい。この当時の僕はどんな状態だったかというと、ね、こう常に何かしら音楽のことについてね、考えているっていう状態だったんですよね。仕事の時は仕事するんですけど、ね、ちょっと時間が空いたらね、こう自分がね、こう目指すところのね、やりたいことについてね、どういう風にしていったらいいかっていうことをね、常に考えるんですよね。で、仕事でめちゃくちゃ疲れててもね、スタジオに行ってね、練習したりするんですよね。まあ、してたんですよね。今思うとね、こう睡眠もね、こうしっかり取れてなかったような気がします。ね、であとはこう自分にも、厳しい、そうすると他人にもね、少し厳しくなる。そうなるとね、こうちょっとしたことでね、すぐこうイライラするんですよね。でそれでまたね、こうぐっとね、こう心がまた緊張するとかね、しんどくなるっていうね、そのこう悪循環のね、こう繰り返しなんですよね。まあこれだとね、こう体を壊してもね、まあ当たり前というかね、当然ですよね。僕は体を壊すまで自分が頑張りすぎているってことにね、気がつかなかったんですよね。で、体を壊してようやくね、こう自分が、頑張りすぎているね、無理しているなっていうことにね、ようやく気づくことができたんですよね。病気になってからだとお金もかかるしね、治すのにこう時間もかかるんですよね。これがね、結構かかるんですよね、お金も時間もね。なので、昔のね、当時の僕に、言ってあげたいです、ね、効率が悪い、うん、ね、体の調子や心の調子がね、
ちょっとおかしいなと思ったら、ね、思い切って休んでみてください。でまた、ね、少しずつ、やりたいことに取り組む、ね、自分のできる範囲で、練習するっていうのをね、ぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画が面白ければいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは素敵なミュージックライフを。